柱を立てる。まず最初に手順的にはパーゴラ先に作って、追加台デッキだから、これは逆だから。ああそういうことですね、うん、あそれなら一人でもいいです、一人でできる。そういうやり方があるんですか。ないですねデザイン的なバランスに必要多いと思う。ああ特に夜出たくなる庭ですね、僕の中では。今回金井さんに相談してよかったなと思いました。以前あのご依頼があった橋本さん、屋根がついたらよりやっぱり楽しめるような庭での生活ができるかなと思いました。そこまでパーゴラができるかなということで、一応考えてはちょうど5メーターですね。デッキに一体化させるという考え方、時間も限られているんで、ある程度の形をやればあとは橋本さんが時間かけてやっていける。最低必要な木材をホームセンターで購入してきました。まず何から始めるんですか。柱を立てる。まず最初に柱の根だとうまく噛み合わせられるかどうかとか、そういうちょっと物々の確認をしないといけない。橋本さんにちょっと、はい、確認してもらいたい。はい、要はちょっとつなげたいんですね、はい、で一応この長さがだいたい5メーターという形で、で今これが3665ありまして、はい、残りの1635数倍方を切ってもらって。わかりました。こういう切り込みを両脇入れて繋いじゃう。で5メーターにあのこれ2本、2本、うん、2本作ってもらう。はい、これ今デッキ剥がしてみて柱立てられそうですか。うん、これにかまして、今あるデッキにこういった屋根とか作るときはそのデッキの基礎に柱とかを連結させていくような感じになるんですか。そうあのそうしないと普通は手順的にはパーゴラ先に作って、追加台デッキだから、これは逆だから。でただデッキよりも木じゃないんで、この上にドーンとやってちょっと金具で固定するのも安定が悪いんで、やはりデッキにかましてデッキの重みで持たせる。そうしないとちょっと、
やってボルトで、そうすればもうこの重みで全然。あ、そうなんですね。もうビスじゃなくてもボルトの方がパーマ立てるものは、うん、ちょうどね、パーマあるからもうこのボルト1本で固定あれしちゃうから、うん、デッキの重みがこれにかかるから、うん、あとはもう今度はこっち、こっちはもうこうやって潜らせないで、この柱、ある柱を利用した形で、はい、アンカーで飛びちゃうから。わかりました、うん、こちらは終了しました。はい、じゃあ脚立で、はい、これを壁際ズドンでそれをつけて。わかりました。それで一人でつけるときに、誰が9歳にあるんですか。はい、まあ、9歳か10歳のところにビスをここ、うん、ちょっと打っといて、はい、そうそう乗っかるじゃないですか。あ、はいはいはい、乗っかって向こうからで天板をここに合わせてくれれば。ああ、そういうことですね、うん、あ、それなら一人でもいい。一人でできる、で脚立ありますから。分かりました。今俺こっち危なくないように。了解です。そんなもんで、これ取って、はい、で こっち側と、こいつを、うん、反対側からで、あ、いいです、こっち側からで、もうガッチリですね。固定しました。あのノートあります？三角に折って。俺はちょっとこうやって三角ちょっと。そうすると45度じゃないですか。そういうやり方があるんですか。ない時ね。で、これで。わかりました。で、これ推進して。はい。こっちとこっち。ああ、はい。こういう感じで。うん、この斜めの補強ってやっぱり入れた方がいいんですか。そうですね。普通にやれば。はい。ここの圧に置いて強いんで。うん、ちょっとまたデザイン的なバランスに必要が多いところを入れておいたら、角が余れば、はい、数多く余れば角でも、あ、ここから700のところでこのつら、あ、了解です。何本か入れるじゃないですか、こうやって、はい、でそれに今度はこうやって入れていかないといけないんです、はい、今ここを押さえて、で一番向こうも押さえて、はい、でこの中に1、2、3本、うん、だから真ん中に1本入れて、入れたら今度はその真ん中に1本入れればいい。はい、向こう入れて5本入るって。わかりました、うん、ちょうどいい高さですね。ねえ、ちょうどあまりそこだとこんな高くなっちゃうかなと思って、でちょうど勾配10銭の勾配がありますから、はい、こっちに水が、じゃあ今日作業はこれでいいじゃん、うん、これで、あとはもう橋本さんがこっちこっち。とりあえずお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、流して、あ、そうっすよね、雰囲気が全然。
その中にライトやると、はい、全然また浮いてる。ああ、制度の中にライト。え、はい、今日は小井で戻ります。はい。小井でバトンタッチして、はい、あとは非常さんが作っていただける。はい。わかりました。はい。買うのは波板と脚立ぐらいですね。そうですね。で波板も今昔漕ぎ口のあれなんですけど、はい、あのビスで止めるやつがあるんで。ああ、そうなんですね、うん。だからそれを買ってください。相談すれば。あ、了解です。うん、そこで多分同じコーナーで売ってると思います。そう、高いの買えばちょっと紫外線カットするやつもありますけど、少しブルーかかったやつ。ひろさん、この後の作業は大丈夫ですか？はい、もうまずやる手順とかは教えていただいて、上に波板を買おうと思ってるんですけど、ね、そういったのも教えていただいたので、逆にこれだけ残ってる方がもうやりがいがあるんです。はい、すいません、途中で逃げるように。いや、ここまでやっていただいて本当にすごい、本当に疲れました。いや、実際ですもんね、10時、まあ、買い物が午前中行きまして、まあ、お昼からそうですね、作業的には作業的にもう半日でできる材料だし、まあ、数多く入れれば入れたないに強度になるんですけど、まあこのぐらいで横に込んだ5本入りますから OK です。まあ、あとは色をどうぞ何色にするか、その奥さんにしっかりと聞いてやりたいと思います。まあそういうことで、はい、橋本さん、またご連絡お待ちしております。本当にいつも助かります。ありがとうございます。ゆっくり考えながらやってください。はい、気をつけて。うん、でどうもありがとうございました。ご連絡お待ちしてます。仕上げやってみていかがでしたか？はい、今回仕上げをしまして、時間がある日、仕事の合間とか趣味の間、子育ての合間とかを縫って、大体1ヶ月ぐらいかけてパーゴラが完成しまして。ライトだったりテーブルだったりが増えてないですか？そうですね、夜電気つけなくても外のガーデンライトだけで過ごせるようなビアガーデン風の庭にしたいなということで、特に夜出たくなる庭ですね、僕の中では。あそこでつろいでる時も意外とそういう時間は大人にも必要なんじゃないかなっていうのを感じさせるような形になってます。屋根を張ってやっぱ一番大きいのは、雨の日でも外に出られるっていうのが大きい。屋根の材料はポリカーボネットっていう、耐久性も高くてクリアな透明の素材を使ったので、日中でも日差しが入ってきたりしますし、全然問題はなく使えてます。今回また一緒に作業してみていかがでしたか？はい、もう作業をしてプロじゃないとわからないような知識とかも勉強になりましたし、もう本当に金井さんのおかげでやっぱり DIY の知識を底上げできたなと思いました。やっぱり完成はしましたけど終わりはないと思ってるので、これからどんどん劣化とかもしますし、メンテナンスできるぐらいにはやっぱり慣れたらかなと思います、今回のことで。なのでいつでも直します。でやっぱり金井さんの動画を見ると、もう自分でもできるんじゃねっていう感覚でやっていくっていう人も結構いると思います。僕もその一人だったので、もうそうなんですけど、 YouTube とかネットだけじゃわからないところが多いので、これから何かを作りたい、ウトデッキ作りたい、パーゴラ作りたいっていう方はもうやっぱ金井さんに気兼ねなく連絡していただいてもいいですし、僕が言うのもあれですけど、そういった方のお話を聞くだのはやっぱりそういった経験が必要だなと思ったので、今回金井さんに相談してよかったなと思いました。本当に今回はありがとうございました。いや、こちらこそ本当にありがとうございました。